はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県鹿屋市串良町にあるあじひろさんにお邪魔してます。もうね、美味しそうなうどんそばメニューがたくさんあります。自家製麺でね、とっても楽しみです。ざると唐揚げのね、定食とざるうどんをね、頼みました。もう丼物もね、美味しそう。定食もね、ある。楽しみです。はい、到着しました。ざるそばのね、唐揚げの定食、早くね、ざるそば食べたい。美味しそう。刺身もついとって、唐揚げがね、ちょっと甘酢がねかかった感じで、ちょっとチキン南蛮っぽい感じ。もううどんがね、すっごいね、ざるうどんツヤツヤ、美味しそう。それではいただきます。そばから食べたいな。すごいなんかこうしっとりした感じ。すごいね、もっちっとしとってしっとりしとって、おいしい。唐揚げもね、マヨネーズつけて、おいしい。マヨネーズつける唐揚げは本当最高。蕎麦がなくなる、うん、蕎麦おいしい。刺身もね、マグロ。ザルうどんとね、唐揚げのね、定食、美味しかったです。ご飯もね、ほんとツヤツヤで美味しかった。ザルうどんもね、食べます。うどんがめちゃくちゃ美味しそう。そばも美味しかったけど、うどんももっと美味しい。すごいコシ、すごいコシやけど、つるんってもちって、うん、うどんが甘い気がする。喉越しい。
うどんがね、ほんのり甘い、美味しい。美味しかった。お漬物も、大根のお漬物もいっぱい。ざるそばもね、ざるうどんも本当に最高です。でもね、美味しいので、ざるうどんとね、とろろ飯おかわりしました。もうね、本当に美味しい。あの釜揚げのね、うどんだそうです。めちゃくちゃ美味しい。このうどんが美味しい。最高。多かったかな、これ。うん、うん、うん、ね、このコシの強さとね、喉越しの良さとね、最高。うどんが本当に美味しい。うん、もうあとこれだけしかない。とろろご飯をね、食べたいと思う。ちょっとわさびをちょっと、鹿児島のね、醤油をね、かけて、わさびで。わあ、美味しそう。とろろ大好き。うん、わさびが、あ、あのね、鹿児島の甘い醤油にね、合う。めちゃくちゃ美味しい。うん、多め、ちょっと気持ちね、もうちょっと垂らして食べるとね、このね、鹿児島の醤油がね、いいアクセントになってる。あ、美味しい。うん、とろろがふわっとしとってね、不思議とね、ウニ丼食べよるみたいな味になる。いや、鹿児島の醤油ととろろ合わせるとウニ丼の味がするかも。おいしい。最高、とろろが。美味しかった。ちょっとずつ食べていこう。なくなっちゃった。ごちそうさまでした。本当にね、美味しいね、お蕎麦とね、おうどんでした。でね、ご飯も本当美味しかったしね、最後に食べたとろろ飯、この鹿児島の醤油、すごくね、とろろ飯をね、美味しくね、してくれました。こういうなんか食べ方があるやなって思った。鹿児島のね、甘めな醤油。ちょっとね、ほんのりね、ウニ丼のね、味がした。ウニを食べよるような感じやった。まあ、個人的な感想で。お蕎麦はね、風味も良くて、舌触りも良くて、本当にね、美味しかったね。うどんの方もね、本当にね、コシが強くてね、つるんって、もう喉越し最高でした。でね、ほんのりね、おうどんがね、甘みを感じるね、本当に美味しいね、おうどんでした。楽しく見てもらえたら、グッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram の方もやってます。ぜひぜひ覗いてみてください。以上、ポテリンコでした。バイバイ、美味しかったよ。